日本代表、スペインに負け五輪ベスト8で敗退に。負けちゃったか。さすがにきつかったか。いい勝負はしてたんだけどな。決めるべきところ決めてたら勝ってた。日本代表ってトーナメントになると一気に弱くなるのなんなんや。負けたら即終わりのプレッシャーに弱すぎる。まあ日本代表もあんな何回もチャンスメイクしてるのに決めれなかったらこうなるわな。組織ではスペイン代表に劣ってないと思う。でも個人の力で言うと大きな差はあるなぁと感じる。審判は審判だったけど、どっちみちフェルミンを止めれてないので負け。これフェルミンおらんかったらスペイン多分負けてる。それだけフェルミンが凄すぎる。スペインは今後10年は安泰やな。ヤマルにニコにフェルミンに配るしによりどりみどりすぎる。細谷島高い、ここら辺は早くステップアップしてほしい。